パヤベア、本名パヤベアータは、ハンガリーの歌手、ペシュト・ケンバグ出身。子供の頃から、村の民族音楽グループに参加し、大学では、ハンガリーとトランシルバニアの古代音楽について学ぶ。パヤは、ジャズやロマ音楽、インドやイランなどの音楽の影響を受けながら、自身のスタイルを作り上げていった。1997年から2003年まで、民族音楽グループ、 カーアッパティアに参加し、また、ワールド音楽グループ、ホーキストラの設立メンバーの一人となった。ラースロー・ファッサングと共に日本をツアーしたこともある。ベルギーの音楽プロジェクトカーボンに、バルカン民族音楽グループの歌手として参加し、ハンガリーにてアーティスジャス賞を受けた。2003年にはソロ歌手としての活動を始めた。同年9月にはアルバム、 アグロル・アグラをリリースした。2005年には、ジプシー音楽家のルカ・アチミクローシュ及びノバークチャは、演奏家のソコライ、ドンゴー・バラージュ、デイシュ・アンドラーシュと共にクインテットを結成した。2006年には2枚目のソロアルバム、アロム、アロム、キートララム、及び3枚目のソロアルバム、サイッキーをリリースした。2006年には、文化的功労に対して贈られるアフェ・ランドラ賞を、 受けた。ありがとうございます。